えといつもは2時半からやるんですけど今日は、えー、と私は健康診断に行ってきてで、えー、と体重はクリアしたんですけど、えー、と身長がなんか1センチぐらい縮んでましたよ <laughs> ちょっとやばいぞーもう猫背を改善しなければという感じですけれどもまあまあまあと,とりあえず無事に終わってよかった。 早く始めたからまだ誰も来ないですね。あ、チョコミルクさんこんにちは。よいしょ！コーヒーがこぼれる。よいしょ。えっ、ー、と朝からね。ずっと絶食だったんで。うんと終わったら終わった瞬間に11時ぐらいにもう終わったんですけど、何を食べようか？すごい悩んで。<laughs> もういきなりマックがあったからマックに入ろうかなと思ったんですけど、やっぱりあのせっかくね。健康診断に行って、いきなりマックはやばいだろうと思ってマックは避けました。ただいまおかえりなさい。<laughs> 健康診断大事です。ひろちゃん、こんにちは。キリンさん、こんにちは。ね、皆さん言ってますか？健康診断。私は去年まではちょっとあの。 人間ック2回連続ぐらい行ったんですけどちょっと今年はコロナがちょっと怖かったので予約する時にちょっと怖かったんで、えー、なるべく短時間で終わるやつにしようと思ってなんかレディース回じゅ巡回っていうなんかこうサーキットトレーニングのように。 次ここ、次ここっていう感じで <laughs> ちょっちょ、ちゃ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 進むやつに行ってきました。だから三十分ちょいぐらいで終わりましたよ。はやーとかレントゲンまでしたのに、はやーと思って。十一月に来ました。腎臓に病気があるので、強制的にあります。えー、こんにちは。トイレに入ったら、ライブが、でも、仕事戻ります。はい。後で見てください。それで、レントゲンのところで、ね、ちょっとおかしかったのが。 レンントゲン技師のの人人人が男の人2人だったんですよ。で、レントゲンの大きいバスみたいなやつに入ってでなんかあのー、入ったらすぐになんかカーテンで仕切られた個室みたいなところに「こっちに入ってください」とか言われて「で、ちょっと待っててください」って言われたから待ってたんですけどそしたらなんかその前の人が終わったんでね、あのー、次私の番だと思ったら。 なんかじゃああの下着を金具のついたような下着を全部脱いで、えー、こちらに来てくださいって言われたのえと思って、えー「下着を脱いで裸のままそっちに行くんですか?」とか思って「えっと、脱いで裸のまま行くんですか?」って言ったら「はい」って言われたのえー、でもそんな若いお兄さんの前でいきなり「裸で行くわけ上半身」と思っていやでもよく考えたら「うーん。 やっぱ T シャツは着るよねと思ってって一応 T シャツを着たまま行ったんですよそしたらやっぱり「あじゃあこちらに来てください」って言われて「よかった私裸で出てくるとこだったよ」とか言ってすんごい焦ったの <laughs> というくだらない話 <laughs> 皆さん「裸で来てください」って言われたらどうしますかもうねトラックの中でそんないくらおばちゃんだっ,ってもさ あビちゃんチラチラしてるこんにちは無人だもねビちゃんチラチラ3連続え <laughs> こんにちは私も今検査待ちです後で見ますねはいビちゃんなほ <laughs> こんにちはぬなほぬになってるよねじゃなくてそれはないよね <laughs> よかったーと思って一瞬一瞬どうしようかなとか思って野々木さんまで続き合ってるわビちゃんにはいさ フ裸, <laughs> 裸で出ていかなくてよかったみたいな T シャツを着てきました長ティもうん、一瞬焦るよねはい B ちゃんなんですかなほぬえなほぬえさんになってるよはいそれでね終わった後結局なんかお蕎麦が食べたかったからお蕎麦お蕎麦とかき揚げ丼を食べてきたんですけどその前に「なに ?B ちゃん えっとね、あそこに行ったんですよ。本を売るなら、ブックオフね。充電のやつ、コードしとこう。それで、なんかいろいろあったんですよ。何が何なのなほね何編むの 何やむのぐるぐる編みです。このぐるぐる編みの説明をしますね。はい、それでブックオフに行って、まだちょっとまだ半じゃないからいいよね。雑談でね。えっとね。色い々ろいろ見つけたんですけど、まずあこれは買いかなと思ったのをこれです。じゃんかぎ針で編む。かわいいモチーフの小物。これはあのモチーフ編みとつなげ方。 作品モチーフ86作品77あってつなぎ方とかも結構詳しく書いてある感じで割とあの最初この「モチーフつなぎ」っていう本を買おうと思ったんですよ。そしたらなんかねつなぎ方の説明で半分以上あってで作品があんまり載ってなかったのね。 で同じようなタイトルだけどこっちはどうかなと思ったら結構こっちはいろんなこうモチーフ86と作品77って書いてあるぐらいだから結構いい感じでこうねお洋服からバッグから載ってるんでちょっとこれは勉強になるんではないかと思ってこんな感じね「ちゃ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 ーゃとゃうゃじの本でなんとバン 三百七十円、定価は千二百円だそうです。お近くの書店でお求めください。<laughs> これ、あの、帰ってきてから、殺菌というか、拭き,きましたから、ちゃんと、なんか、ついてるな。そして、モチーフ本、揃えたら、きりないよね。ねえ、きりないよね。可愛い表紙。そして、もう一冊。 じゃーん、つか刺繍伝統のカウントステッチ、私の連続模様。この本ね、前から気になってたんですよ。で、ずっと前になんかの刺繍のイベントみたいなやつで、これだったかな。これだけ一個作ったんですよね。これ何作ったんだっけな。がま口作ったんだかな。何かを作ったんだよね。いや、こういうブローチだったかもしれないけど、なんか一個だけ作って。 で楽しそうだなと思ったんだけどこの本がねいくらやっぱ1200円ぐらいするんだ1200円ぐらいしてでその時はキットキットで800円ぐらいだったのかなだからがま口じゃないねなんか簡単なポーチだったかなん何 殺菌除菌消毒よりすごい <laughs> ビスケットに見えた「なぼたろうさんこんにちはたかこさんこんにちは」かわいいでしょでこれの他のやつもやりたいなと思ってたんですけどこれは刺繍糸なんですよ。でえー、っとこうねパラパラ見ますとこんなやつとかちょっと刺し子にも似て刺し子じゃないや刺の刺繍とえっとこぎん刺しが混ざったような。 刺し,し子みたいなクロスステッチみたいななんかそんな感じのやいろんなやつがこう混じった感じのえっ、ー、かわいいやつで連続模様だから1個覚えるともうどん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 こうつなげていきますよっていうやつなんですけどこの本をなんとじゃーん 370円770円だった時もあるのね370円だったらいいかなと思って本当はね29日とかのブックオフの日に行くとえっとさらに100円引きとか半額とかなるんですけどまあ370円だったらいいかなと思ってこの2冊だけとりあえず買ってきました以上気になるものがあったら買いましょうこれいいでしょはい とといいいいううことでもう30分過ぎたよねいいお買い物、はい、コーヒーもやっと飲めます。もう朝から水しか飲めなくて。はあよかった。そしてですね今日は2月10日でニットの日というのを先ほど知りましておなるほどねと思ったら3時から、あのー、新宿岡田屋さんっていう。 えっと、手芸屋さんのインスタで、えー、インスタライブをするそうなんですよニットの日記念で新しい、えっと、新しく販売になった毛糸とかあとお店の様子とかなんか浜中情報とか言ってたからそれを、えっと、ちょっと見たいなと私も見たいし皆さんも見たいだろうなと思ったんでちょっとだけ前倒しして、えっと、2時20分ぐらいから始めてみました。 でまあ、今日はこのぐるぐる編みってこの間ね私がベストを作ったこの編み方をちょっと説明しようと思うので皆さんメモのご用意を <laughs> メモのご用意をお願いします。えっと実際まあ、編みますけれども編むよりもこう編み図を書いて説明した方が早いかなと思うので皆さんあの編みたいと思う方はメモのご用意をお願いします。はいいもうききなりいきますよ 輪の作り目から始めて鎖編み3目。目鎖編み3。目で立ち上げます。そして、長編みを3目編んで長編み4本分を作ります。次にここ鎖編み4。目で。隣のブロック、また長編み4。目を作ります。玉編みではないですね。 長編み4目です普通に全部長編みを4回編むのねで、鎖編み4目長編み4目鎖編み4目長編み4目そして最後も長編み4目にしますそしてここで引き抜き閉じですね引き抜き編みをしますそこで今度始まりがねここから始まるんですよでここからいきなりここに無理やり持ってってもまあ できないことはないと思うんですけど私は一旦編地をこうくるっと反転してそこで一針引き抜き抜編みをしましまで、えっと、そこからもう一回反転して、えー、元の面に1回反転して引き抜き編みをしてそしてまた反転して戻してそれから、えっと、鎖を2目編みます。 で次はですねこれ中長編みですね中長編みをここの鎖のところに2つ編みますそして長編みをこの立ち上がりの鎖編みと長編みの頭に2つ編みます次長長編みをえとこの中長編みの頭に2つ編みますそして間は鎖4個でつなぎます わかります <laughs> 今言ったところでわかんない人いますここでわかんないと後が長いよはい皆さんメモメモしてますか今必死に広告の裏でも何でもいいから書くのだみんな書 <laughs> けた人は手を挙げてスクショしたはい ままた説明いきますよ今ここねえっ、ー、と1段目は長編みが4本2段目は中長2つ長編み2つ長々編み2つそして鎖4個ででここちょっとね絵が重なっちゃいましたけどこの鎖編み4個のところに中長2つ長編み2つ長々編み2つはいそしてまたここ、えー、と鎖4個で。 この前の段の鎖のところに中長2つ長編み2つ長長編み2つで鎖4個でつないでっていうのを延々やっていきますね。で最後ここまた最後鎖4個でこ、えっと、この立ち上がりの3目目に引き抜きます。そしたら生地を裏返してから1目だけ引き抜きます。そそしして戻しますそうすうると大体ここら辺に 立ち上がりがりなるんですねで2段目は2本ずつやりましたけど3段目からは3本ずつ4段目は4本ずつ編むようになってどん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 広がっていくってことですねまたえっとここのねここ立ち上がるでしょ増やし目ここのところで、えっと、3本まではこっちの鎖に入れるんですよ。 ちょっと待ってねそしてえっと3本まではここ入るんですけど4本目になった時にえっとここは3本までにして4本目はここっっちの頭の頭ところに抜いいてってください5段目もえっと3本までは鎖のところにしますけど4えっと3本4本5本目はこっちの頭を拾ってください。 なぜかっていうとこれ、えっと、1段ごとに1目ずつ増えてるんですよ。個個個ずずずつ4個ずつで、えっと、1目ずつ1個ずつここで増えてるわけだから1種類ずつ1個ずつ増えてるわけだからここで3本調整しておくと、えっと他のところは全部頭を拾えば数が合うはずになってるんですね。 でも私はなんかあんまりうまくいかなかったんでたまに、えっと、数が合わないなっていう時もあったんですよ。<laughs> えだいたいこう最後ねえっとなんかダメなやつばっかりしか出てない <laughs> ちょっと待ってえっとねだいたいこう最後がちゃんと数が合うようになるんですけどたまに合わない時があったんですね。で合わない時は 最低1本足りない時なので、もう最後だからいいやと思って、この最後の一目に二目長々編みを入れてごまかしました。でも皆さんはきっと上手なので、私のようにごまかさなくてもうまくこういう風にね数がぴったり合うかなと思うんですけど、これやる時はとにかく三三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 三 ゴゴ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 ゴってずっと数えてなきゃなんないんで結構ね話しながらは難しいんですけどまあちょっとやってみましょう。意味はかりましねあそうダイアゴナルもね朝やってて。 1、えっと、一玉終わっちゃったんでその後どうしましょうっていう投稿したんですけど結局こっち側の糸こっち側の糸にこのアメリーの、えっと、クリーム色っていうのかなアイボリーというかうんと色番2番を引き,は引き合わせたら引き揃えたらちょうどこんな感じで優しい。 ちょっと違うけど、優しい感じの色合いになりました。あ、すごい。みんな一生懸命書いてくれてありがとうございます。どこまで行ったっけ？えっとマリアンさん、こんにちは。アバちゃん、また遅刻 <laughs> 堀田美智子さん、こんにちは。ビーちゃんわかります。スクショした、えー、アミさん描きました。増やし目じゅんこさん、こんにちは。なおみさん、こんにちは。帳尻合わせにひえー佐藤清子さん、こんにちは。お邪魔します。はい、いらっしゃいませ。くむさん、こんにちは。いい色だね。かみごんさん、こんにちは。 はいこんな感じになったんでまぁ、あ、色合い的にはちょっと似てるかなと思ってこんにちは何編んでるのはいぐるぐる編みっていうこの間作ったベストのこの模様をみんなでこれから編もうかなと思いますはい皆さん系統のご準備を <laughs> 系統のご準備をお願いいたしますまたね今回もあの色を変えてやった方がわかりやすかったよってこの間言ってくださったんで あこれほどくのこの間ダイアゴナルステッチをね説明した時に色を変えて分かりやすかったですというので今回もそうしようかなと思います。よいしょちっちゃいの足りないだろう。 はい、いきますよでここに色があんまりごちゃごちゃしてるとピントが合わないのでまた見たい時は言ってくださいねはい針がなかった8号ぐらいでいいかなこれは何号だ7号7号でいいやはいそれではいきます編み図を一応ここに置いときますね 最初は輪の作り目ですね輪の作り目は皆さん大丈夫ですか ?1 回2回巻いてあれ逆かこうかこうですね実際やってみた方がわかるかなと思うんですけどまず あ、ま、こさんこんにちは1、2、3鎖編み長編みなので3目で立ち上がって、えー、長編みをあと3回編みます。全部で4目にしますね。1回、2回、3回と。そしたら間はいつも鎖が4目です。 間四目してから、また長編みを四本編みます。一回。二回。三回。四回。 あちなみにこれは私が考案したのではなくおそらくピンタレスとか何かから拾ってきたやつをちょっとアレンジしてますね。12341回2回3回。 四回、皆さん編んでますか？ニットの日ですからね、編んでくださいよ。三四、これでええー、三回分できたんで、今度四回目ですね。一回、二回、三回、四回。これえっとこう四方向に伸びてますけど。 えー、3方向にアレンジしたりとか5方向に分けたりとかするとまた違う感じになっていいかもしれない5方向にすればお星様のような形になるかもしれませんけど私はまだやったことがないので分かりませんよ <laughs> いや,やってみたい方はやってみてください1234はい4したらここに引き抜きたいんですけどその前に輪を引き締めます。えー、この紐を あもうねちっちゃくなっちゃってこう引っ張ると反応する方の糸があるのでそれをさらに引くと中心がよしあら逆だったあれちょっと待ってなんでこうでしょこうだからこっちを引っ張るのか よいしょまあこれ割と間が空いてても良さそうな気もするんだけどこんな感じですねはい引き締めましたそしたらここで引き抜きますねよしこちゃんこんにちはカビゴンさんこんにちはみゆきさんこんにちは皆さんこんにちは星さんこんにちはケアマネさんから電話で遅刻したさのって見てきます。 リンリンこんにちは。珍しく家事して遅刻マニアさんこんにちは。メグさんこんにちは。えー、っとマコさんこんにちはですね。はい。でここで立ち上がりの3目目にこう引き抜いて1段目が終わりってなるんですけど、今回分かりやすいように2段目色を変えます。 どうなってんのこれか2段目色変えますえ、ね、ちょっと待ってあと15分しかないよ。はいえー、っと引き抜きましたそしたらこの編み地をくるっとひっくり返してでこの糸を挟んじゃうんですけどここの今鎖4目最後しましたね。ここに 1>, 1回引き抜きます1回引き抜きますそしたらまた元に戻しますそしてここで鎖を1、2個編みますわかりましたそしてここの、えー、ところに最初のえー、っと2段目は 2回ずつなので中長編みを2目ここの間に入れますね。はいそして、えー、とここ4本分あるので次長編みを最初のちょっとここでいいのかな最初の頭でえー、次ここかな。 まあ、とにかくここの長編みあの頭のところに、えー、長編み2本と長長編みを2本入れてくださいそうするとこう斜めになりますねちょっと分かりやすいように次のところまでいきましょう。間は鎖が4つです そしてここのえっと前段の鎖4つのところに中長を2つ編みます。そしてここの鎖あ。長編み4つのところにまず長編みを1つ2つ入れて次に長長編みを1つ。2つ。 入れますそして間は12344ですね。したらまたここの鎖のところに中長を2つ編んで長編みを12編んで長々編みを 12編んでおで鎖が4つ1234で中長を鎖のところに2つ編んで長編みを2つ編んで。 すごいなんかこの黄色にショッキングピンクなかなかかっこよくないですかでまた最後1234この4を忘れないでください。そして一番最初の長編みの、えー、2つ。 打ったとこの2つ目に引き抜いて。2段目が完成です。面白いね。これでぐるぐるなるの。そうそう、そう、だんだんやってる。やっていくと風車みたいになります。意味は分かりました。はい、次3段目行きますよ。わかりやすいように。また色を変えますね。 よいしょまあこれは練習なので裏はあまり気にしないでおきますけれどもまずここで引き抜いてからくるっと反転してでここで一つだけえっとなんだ <laughs> えっと何つんだっけ、うん、伏せ目じゃなくてあ引き抜き編みをします。そしたらまた戻してここから1 2 中長編みでで始まるの鎖、えー、編みあ鎖2目で立ち上がって次はえっとさっき2本ずつやったんで今度3本ずつですねで3本まではここに入るので1233本まではここの鎖に無理やり入れてください <laughs> ちょっとあのここ気持ち緩めにしといた方がいいかもしんない。 あんまりあの細かくやっちゃうとこうつれたみたいになっちゃうんでここちょっと緩めの中長にしてくださいねそしたらまた次の頭のところからこの長編みを3目123そして次は長長編みを1あらタコピンピーメッセージ撤回したわね何を書いたの 見えなかったじゃなないの <laughs> タコピッピッんか今インスタに投稿してたでしょチラッと見えたんだけど投稿しましたっていうのが後で見よう立ち上がりは数に入れないのうんあのここ数に入れなかったですね入れてなかったですねうん数に入れなくていいんだと思います立ち上がりは数に入れてないですねえー、っと だから立ち上がり2目やって中長3目やって長編み3目やって長長編み3目やってでここで1234でここでまた中長まあでも立ち上がりを入れた方がいいわっていう方は入れてもいいんだと思いますけどなんかここら辺ね 結構モシャモシャしててよくわかんないから私は入れなかったちょっともう一回後で確認しますね編み図をでも確かね入れてなかったと思うんですよね、えー、中長3目やったら長編みを3目3時になっちゃうよはいそして長長編みを3目ですねあずれてる どっかずれたよ中長尾3目でしょここがここかここに最初ここに取るのかな二なんかね一番最初のここのここの目を取る時 取るのを忘れちゃうと数が合わなくなるのかな？まあ、もしあの最後一目足りないわっていう時はさっき私が言ったみたいに、えっとこの最後の目に二目一度みたいにして、ま帳、あ、尻を合わせてもいいかなと思います。そんなに気にならないと思います。あれ？これでいいのかな？ タコメさんお久しぶりピッピーお花綺麗だねそらさんこんにちは途中で押してしもうったなので決して書き直したピッピー <laughs> こんにちは了解ですなおねピッピー立ち上がりは数に入れないのはいそらさん遅刻しましたわかりましたかね皆さんこんな感じで1234間は4名でえっとまたここの 鎖のところに中長編みを3目入れてあ合体してしもうたうんとここですね最初ここに入れないと数が合わない123だよね 明日お誕生日か、そっかそっか、タコピッピのお祝いをしなくちゃね、明日はね。3ですね。はい、こういう風に編んでいきます。わかりましたか <laughs> こういう感じで、どん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 、えー、伸ばしていくと、こういうね、ちょっと風車のみたいな、見えにくいね、風車みたいな感じに、 だだんだんとなっていきます初めのうちはなかなかおうたん編んでるねあたは熱々の小6本を口に入れて一人立ちを食らわしてるうたんかわいい楽しいはいこんな感じで広がっていくと120歳100歳から20歳も飛ぶのそうなんだ120歳になるんだすごいなえっと 大きくなると思いますでちなみにこの,あの私がやったベストの大きさはえっと5 0ンチ四方5 0ンチ四方を2枚編んでえっと肩1 2ンチ1 2ンチぐらいを剥いでここは2 5ンチを横を剥いで 前身ごろと後ろ身ごろを剥いで、えー、っと、最後に、ここ下のところにね、ここは10号のかぎ針で編んだんですけど、ここは8号に減らして、えー、っと、細編みで、あ、違う、中長編みだ。中長編みで3段編んだ後に、 ちょっとなんかスカラップっぽくしようかなと思って鎖編みでこう並々を2段やりました。こういうやつを2段編みました。という形なので、ね、結構これはえっとオパール2本分ぐらいのえっと糸でザクザク編んだので割とあっという間に編めました。裏は あのダイアゴナルステッチですね。こう裏をダイアゴナルにしたから、めっちゃ背中があったかいです。あ、三時になっちゃう。ちょっと待って、今何分。あ、五十九分だって。ということで、お分かりいただけたでしょうか。最後、じゃあ。皆さん、スクショタイムで、えー、スクショしてください。はい。できたかな。 ということで今日のところはこんな感じで終わりにしますで来週はもしかしたらお休みするかもしれません <laughs> ちょっとねあの旦那が休みでいるかもしれないのでちょっとできるかできないかわかんないんですけどもし昼間できなかったら夜の8時ぐらいにやるかもしれないですけど特に何をやるかは決めていないので、えー、あまり来週は期待をしないでくださいでその代わり明日 あのー、なんだっけ？あのー？チョコレートケーキあれ？ガトーショコラ？ガトーショコラを作るよっていうのをやりますえー。明日の午後2時半から今日と同じぐらいですね。来たばっかりでまた <laughs> もう3時からね。あの、岡田屋さんのインスタライブを見に行こうかなと思ったんで、今日はちょっと早く始めましたよ。 えー、もう始まってるかなガトーショコラを明日は作りますで用意するものはまあ用意できる方はぜひしてください板チョコが2枚バターが 80g 卵が2個そしてグラニュー糖が、えー、と20と20で 40g らにえっ、ー、とね薄力粉が 20g 純ココアってあの調整ココアじゃないあの番方店とかさあるじゃん。あの缶に入ってるやつとかそれを使います。えでもぶっちゃけ言っちゃうと卵と小麦粉と砂糖とココア板チョコバターなのでそれほど、あのー、難しい材料はないかと思いますので。 えやってみたいと思う方は是非あの材料ご用意して2時半です2時半明日仕事になっちゃったんで、えー、帰ってきてご飯食べて急いで2時半ですねあばちゃんタコ持たせとるの早いけど長生き気を <laughs> はいもう終わっちゃうごめんね <laughs> 今日30分そう <laughs> 来た30分なの <laughs> はいじゃあみんなであの岡田屋さんを見に行きましょうせっかくあのニットの日なんでね えー、なんか楽しいことをやってくれるんだと思いますよ。はいということで今日は終わります放課後もじゃあなしでいいかな、えー、よかったらく明日もこれを作りましょう。はい岡田屋あとで,、はいま、で,でこれこれとさっきの編み図はインスタに載せますんで、えー、もしゆっくり見たい方はインスタで見てください。それではまた